単定席指導数154って書いてある1 0ならでもうまいことできそうだよねミネタ君なんかいたな出力の幅がありすぎてね一つ一つ困難を超えていくのか <laughs> アニメラクターの在前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、僕のヒーローアカデミア第5話。見ていこうと思います。はい。というわけで始まりました。ヒーローアカですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、さあさあさあ、前回ついに遊泳に入りました。もう0ポイントで終わったかと思いきや、もう来いよ。 緑は少年、かっこよすぎみたいな形で、まあね、自己犠牲によっておちゃこちゃんを救ったことにより、さあ、英雄ポイント、人助け、レスキューポイントというものを獲得し、なんとか合格できたということで、さあ、こっから遊泳に入っていって、さあ、個性判別試験的なものをやっていくんじゃないかということで、さあ、相沢先生バーサスになっていきます。はい、この個性が強すぎるんですよね。相沢先生、さあさあさあ、どうなっていくのか楽しんでやっていこうと思います。 それでは見ていきましょうよーいスタートさて、今僕にできることを。さて、リザルト。剣道さんうん。うーん。タフネス。さて、あ鉄鉄、鉄鉄くんじゃん あ、霧島くん2位なんだ。うーん。なるほど。これで目をつけてるわけだね。さあ、行きましょう。さあ、鉄鉄、鉄鉄くん。何位だった今、デク。デク何位だったでも、そんな上位なんだ。あれだよね。B 組だよね。でも。あれ、B 組って10位なんだっけ 剣道さんもいたよね名。剣道さんについては名前しか知らないんだよな。名前と可愛いってことしかわからないんだけどさ。いつ出てきたんだろう。哲哲哲哲くんは、もう名前がね、ちょカチコチすぎて、個性が柔軟だったらどうしようっていう心配から、すごい覚えてるんだけど、霧島くんとかなりかぶってる子だよね。だから B 組ってことあれでもちょっと違うんだっけま、な、まあ、いいや。そこら辺の話はいいや。 先の話はいいわ。さあ、とりあえず、目をつけられている。うーん、でも、冷静に考えたらさ、こういうピーキーな個性発現した幼児って、危なっかしくて仕方ないね。両親の胃が、とんでもないことになりそう。ちょっとしたことで、 怪我するかももしんないもんねまあ自然と覚えていくのかそういうことを細かく細かくしながらうんさてあら <laughs> そうかオールマイトって言っちゃいけないんだ ああ <laughs> まあもうヒーローが出てきたらな確かに道端で大谷翔平って言われたら僕も見ちゃう期待するうんわーおなるほどねそれで通してもらったってことだ マジで <laughs> 全部話すあんうんあそうかそうかそうか。 なんだっけ名前忘れちゃったうんあーまあ最初だしね <laughs> わおうーんいいね結果オールマイトガスうん ああ。うまいことね。もうその心配って、後半に行けば行くほど、だいぶなくなってくるよね。ボロボロになってんの、今だけだよね。あ、オルバイトだ。見つかってしまった。うん。 どんどん大きくしていく必要があるああ、終えるのさ今僕にできることをさて四月も改めてお母さん的にはマジで心配だな うーんうーんいいねネクタイがめっちゃでかいなうん,う,ーんうんうん推薦入学4名いるんだ ああ。えぐみ、でかっあ、そうか、でも、ま、異形がいるかもしんないか。うん。やばい、福までんだ。さて。 優しい、偉い、真面目。バやばい、どこ中論争が始まってるうん。聡明。はははは。なんという、なんという言葉だ。それはそう。さて。 あ、やばい全部自己紹介ありがとうございますうんああ <laughs> すごいな考えすぎているあらさていい人だ <laughs> かわいい。かわいい。かわい,いくそかわいい。だけど、まあ、かっちゃんはあんまり。あ、そうかそうか。もうこの時点で知ってるんだ、来るって。うーん。やばいやばい。まあ、そうなるよね、でもね。普通だったらね。 あそうか、そうかそうかそうかそこもでかいのかわーお折れなくなってるねーわお 直視できない。光りすぎる。あ、すごい。すごいな、寝袋。芋虫みたいになっちゃった。すごい限界みたいな先生が来てな。 先生そうかゴーグルしてるからか担任相沢先生教員名簿うん 済むかもしれない。個性把握テスト。わお。まあ、割と助かる。ああ<ー>。わお。 うん、まあそうねここまで偉業がいるとなうんすごいな <music> さて さて掛はははけ声掛け声がおうあーあーなるほどねああそういうことかマクスを知るのかすごいねさて 面白そう。ワオ。はぁ、あ。すごい。助手席。イレザーヘッド。通算助手席指導数154って書いてある。 まずいワオ、wow、かっこいいでもこの不気味さがいいねすごいさて 除席恐ろしいねうんーまあ理不尽はいっぱいあるうんーまあいきなりこういう課題が出ることもあるかオッケー わウスウルトラわウさてそうねあ、とどろきくんが映ってる地味にさて五十メートル走。 まあでも走るのに向いている個性もあれば、そうじゃない個性もあるだろうからね。すんごい飛んだ !3 秒ああ。エンジン。すごいね。うん。そうよね。どう ?5 秒58か。早いな、でも。 まあそうやって、ゼログラビティ。あ無効化する。まあそうよね、でも。引力操るんだもんね、それは酔うよな。あランさて。さて。 わおこれ、撃たれた側大丈夫さあ、ヌビルレーザー。おやばいやばいやばい。<laughs> なるほど。これも、あれだもんね。<laughs> 知っちゃってる <laughs> <laughs> お。あ、OK、あ、オッケーオッケー。なかなか原作勢の期待に応えられてなくて、本当に申し訳ないんですけど。 うーん、そうね。さて。でもまあ、鍛えてるからな。うーん。すごいな、ほんとに。4秒13。爆破。7秒02。うーん。さて。 一発だもんねああちょっと怖いよね壊れた瞬間うんまあだろうねだろうねうん ああ、ざっくり。ま、でも感覚でいい。ああ、だから弾けとんだね。<laughs> マイクロウェーブ。ああ。練習はしてるだろうけどね。うん。 うーん。さて、見られてる。第二種目は力。握力ならでもうまいことできそうだよね。腕ちぎれなくて済みそう。あ,あ、56。ああははは。<laughs> 握手できないじゃん、540ってなったら怖いな。えぐいね。 な、ん、なんつった今。ミネタなんかいたな。さあ、すごい。立ち幅飛び。やばい、普通すぎるな。反復横飛び。あ、すごい、す,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 すごい、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 さすが、ミネタ君ボール投げ。たぶん、無限に飛ぶんじゃないこれ。宇宙まで行こう。綺麗な星だ。 無限 <laughs> インフィリティインフィリティオブゼログラビティ <noise> さあ、uh さあとんでもパンチああじれて使うだろうってことかさあ 46m 十分すごいけどね さて逆立ってるさあゴグルやばいほんとに。 名簿からも抹消されてしまうあオールマイトが保護者のようにうーん馬が合わないああ まあ、そうね。うんー。俺前と。わあ。さて。言われてしまった。 さて、もうある種、デクを落とすための試験みたいなもんだもんね。なんて <laughs> さて。さて。調整が うーん出力の幅がありすぎてね調整もねっていうさてバオどうすんのあそうかゆ指か ここが始まりか<ス>わお、もなんか一つ一つ困難を超えていくのか。<ス>わお<ー>705 わーおいいねここで単価切るのもいいねうんうん、うん、わーそういう器用さうんわーお かっこいい。で、痛いのも我慢してる。いいね。こういう回答の出し方、いいな。うん、いいな。<laughs> いい。いい。<laughs> しっかりこんなん超えてくれるのもいいな。<laughs> 見てて気分がいいな。<laughs> 気持ちがいい。気持ちがいい。 そうか、そうか、ここが指の、あ何、に、あれか。デコピア覚えてんだよな。オッケーオッケーオッケー。ま、指ちぎれそうになることは変わらないからなだって指がだってもう完全にだって粉末になってるわけでしょ相当な覚悟がないとやってられないよな、正直。<laughs> この個性のじゃじゃウまっぷり。ま、あでも仕方ないよね。いきなりスーパーカー乗ってるのもんだもんね。僕も免許に、免許取るときびっくりしたよ。あ、車ってこん、こんだけ踏むだけでこんなにスピード出るんですねって思ったもん。そりゃ徒歩からね。徒歩からスーパーカーになったらそりゃ加減がわかんないよな。さて。 さて。さあ、オルマイト。ヒーロー基礎学。さて。あはははいいよね。この解像度いいよね。さあ。あらさらに向こうへ。いいね。いいいい というわけで見終わったわけなんですけど越えましたまた南極を越えました一個一個に南極がしっかりあるねいいねこのアニメいいねしっかり毎週毎週山場持ってくるやんいいねいいね <laughs> いいね改めて見ても割と冒頭は退屈かなーって思いながら見てたけどしっかり山場あるやんしっかり越えるやんいいやんこんなんあるやんこんなこんなんあるやん うん <laughs> 正直、序盤はまあ、さらうだけだからまあ、さらっとっていう感じだろうなっていう感じで、まあ、とりあえず見て、覚えておく。そして、せっかくやるなら動画にする的なテンションではあったけど、細かいところやっぱり忘れてるし、いいね、見てて。うんアニメの演出もすごいいいしね、熱いしね。一個一個超えて、相沢先生のこの、こいつ。いいいいよ <laughs> いいですね。うん。いやー、いい、いいとしか出てこないな。しっかりとし、 しっかりしてるなこの、<laughs> 作品。しっかりしてるな割と。ねえね、個性は把握試験っていうのも間違いないわけじゃん。だって、己の限界を知っておくのってマジで大事じゃん。言っちゃうと。ねえそれをすることによってできることの最大値が分かってくるわけじゃん。ねえ許容量だったり、持久力だったりで、自分のできる限界っていうのが分かっていって、そこからさらに向こうへだからさ。ねえそれを考えたら合理的だな、確かに。っていう風にも思うし、 しっかり課題を与えていくっていうのもいいよね。まあ、どっちにしろ落とす気満々だったから、ま、あ超えてくるっていうのは想定外だったんだろうけど、いいよね。超えてきた後、まだ動けます。かっこいい。かっこいい。いいよな。こういうさ、若干ナード寄りなさ、キャラクターだけどさ、めちゃめちゃ熱いっていうのはいいよね。こういう、なんだろう。 それこそやっぱりカーストの高い生徒に噛みついてバチバチにやっていく感じはいいよね。まあ先生だけどさ。<laughs> まあ先生だからもうカーストもクソもないんだけど、かなり上なんだけど。ねしっかり戦っていくっていうのはいいよね。うん。ただこれを見る限りやっぱりかっちゃんはなんだなんだおいおいおいなんだインチキしてんじゃないのかみたいなところではあるわけで。あなかなかに水は深いよね。いろいろとやっぱりちっちゃい頃から幼馴染だからこそこいつはこういうやつだからっていう偏見みたいな。 割と自分からの印象っていうものが覆された時のショックっていうのはめちゃめちゃでかいから、こっからかっちゃんがね、いろいろとこうなりふり構わずみたいな感じにもなっていくからね。あー、それを考えたらやっぱり改めて印象的にはやっぱり、僕もやっぱりこう見てると、無個性からこれだもんなーとかいう風になっちゃう。うん。それこそやっぱり1話とか見たのはさ、かなり昔10年ぐらい前じゃないマジ10年ぐらい前かな ?10 年、ま、あ自分10年前後で前だからさ、 それを考えたらさ、まだまだやっぱり、デックにさ、うお、デックかっけえぜみたいなけどさ、大人になって改めて見返してみると、確かにな、これは、そうだよな、みたいな。それこそ、相沢先生視点で見ちゃうよね。うん。それこそ、助手席だって合理的なわけじゃん。だって、これでだって生徒死んじゃったら話にならないし。 特にやっぱり遊泳出身ってなると最前線に行くだろうからね。うん。それを考えたら、ちょっとやっぱり遊泳に入れたことをゴールにして、なんだろう、わーってなんかちょっと浮かれちゃって死んじゃったなんて笑えない話ではあるから、できる限り震いにかけるっていうのは間違ってないんだよね。 ああ、いや、いいわ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 。めちゃくちゃいいですね。すごい心が熱くなる。はい、というわけで、さあさあさあ、次回、デクバーサスカッチャーを見ていこうと思います。いいですね。もう本当にね、青山くんもいろいろと出てきてますよ。うん、けど僕は青山くんの事実を知るのはいつになるんですかだいぶ先ですよ。うん。 でも、半年ぐらい先にはなりそう。うん。3、4ヶ月先です。はい。まあね、それまではね、僕もね、なんか、なんとなく、あーこんな感じだったなとか思い出しながら見ていくので、ぜひとも皆さん、一緒に、あの、見たい話だけでもいいので、一緒にチェックして追いかけていただけたらなというふうに思います。せっかくね、やっぱり、今、どこまでやってんの最終決成やってるっていうのは知ってるけど、どういう終わり方をするの <laughs> わかんないんだけど、8期で終わるよみたいな話は聞いてるんだけど、ねえ。 どういう形になってるんですか ?7 期で最終決戦やって8期でこれはどうなるんですかいろいろと気になっておりますわっていう感じではあるわけなので、さあ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 楽しみにしていきたいなっていうか、それに向けてね、やっぱり、あ、ここ複製あったからって思い返したい話だけね、ぜひとも一緒にリアクション動画でチェックしていただけたらなっていうふうに思いますので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、ひろあかでした。バイバイ。